左近川は東京都江戸川区の火災地域を流れる水路である。荒川、中川と旧江戸川を結んでいる。本来の左近川は旧江戸川から江戸川区臨海町の海岸水門までであり、直接東京湾に流れ込む一級河川だった。農業用水としてだけでなく、加工としても利用され、三枚巣で漁業や乗り用職業を行うべか船がたくさん停泊していた。 東浮田村中町には三角川などを通じて新川の水が流れてきて現在は埋め立てられた明けぼの川や中割川、堀江並木通りなどを通じて佐古川に注ぎ込んでいた明治時代になると東京湾の漁業は活発化したようで河西地区でも1903年に九ず西の浦漁業組合が組織された1951年には都営の第二種漁港である 火災漁港が作られ、東京湾唯一の漁業根拠地と言われた。しかし1950年代の東京湾では、東京ガス大森工場の重油流出や江戸川漁業被害などの海洋汚染が頻発し、火災海岸堤防などの外角堤防の建設も進められて、漁業には適さない海になっていた。 火災の漁民は工事の実力阻止などを行って激しく抵抗したが結局1964年に漁業権を放棄して火災漁港も廃止された。1960年代の火災地区は陸上でも環境破壊が進行した。南関東ガス電の採掘業者が西火災や南火災で1日に2万トンも地下水を汲み上げたため西火災では1年間に24センチメートルも 地盤が沈下した。南火災には産業廃棄物処理業者が集まり、日本化学工業小松川工場が約8万トンの六角ロムを不法投棄した。このため1970年、江戸川区は海岸水門で道路を封鎖して、参拝業者を締め出した。また1972年には東京都が火災を起き開発事業を始めて、精神庁や臨海庁の埋め立て地が造成され、 左近川は荒川と旧江戸川を結ぶようになった。現在の左近川は荒川との水の交換を行い、牛尾通りを良くするために整備されており、1977年からは河川ではなく水路として扱われている。また、 海岸水門から荒川までの人工水路は、新砂根川と呼ばれ、流域は新砂根川浸水公園として整備されている。砂根川の名前は、江戸幕府の船で武行だった、向井忠勝の官位である左近江上上に由来すると言われている。砂根川に近い行徳園殿は、戦国時代から戦略物資の使用を生産する重要な土地で、江戸時代には、 江戸城への補給路として新川が作られた。これらを防衛するために忠勝の陣屋が下佐国葛鹿郡堀江に置かれていたようである。堀江は旧江戸川河口の右岸と左岸に広がっており、右岸は1895年に火災村に編入された。佐古川周辺には忠勝の名前が残っており、例えば火災海岸の中央の岬は昌源の花と名付けられて、 埋め立て後の今も地名として残っている。水門伊藤の佐近川西川より紀西荒川から海岸水門までは新佐近川と言われる部分である。首都高速中央環状線、船堀街道をくぐると、左側には陸上競技場、右側には東京臨海病院が見える。この付近は区が管理する新佐近川マリーナとして整備されており、個人のボートが係留されている。 しじみ橋から数えて二つ目のつばさ橋は、釣りの名所で釣りをしている人が多く見受けられる。しばらく行くと審査根拠をくぐり、火災かもめ橋に着く。火災かもめ橋から先には、過去がしボートがあり、休日は、親子で貸しボートに乗る人が多かったが、2018年3月に営業を終了した。その代わりとして、2019年6月には、カヌー場がオープンした。冬は、 様々な種類のカモが飛来し、餌をやることができる。左側は舗装された遊歩道で、右側はバーベキューなどができる広場になっている。火災中央通りをくぐると左側に遊具がある、公園がある。しばらく進むと公民館が左に見えてくる。間もなく大きな水門にぶつかり、貸しボートが使用できる東端になっている。この水門は、かつてサコン川が海に出ていたところである。 水門を隔てて左近川は風景が変わる。この先は足などが生い茂る川になり、弁慶ガニや魚、鳥などを見ることができる。関七通りをくぐると川は大きく曲がり二手に分かれる。ここから川は緩やかなカーブを描き南へ進路を変える。左近通りを越えると間もなく川口で右に渚公園を望みながら旧江戸川に流れる。 西側より記載東京都第一区画整理事務所今蘇る火災置き江戸川区市 P108 審査コ川浸水公園江戸川区ホームページ江戸川区2019年5月5日閲覧ありがとうございます